スタメンまずは山形です。キーパー後藤です。4バック右から半田、山崎、木村、山田拓海、ボランチが藤田と南のコンビです。サイドハーフが右に国部、左に加藤、トップ下には山田浩太、前節負傷交代しましたが今日もスタメンに入りました。ワントップには藤本です。原崎監督が新型コロナ陽性疑いで、今日は吉田コーチが指揮を取ります。キーパー杉本です。4バック右から増瀬、若狭、平岡、石原、石原は今日 J リーグ通算350試合です。 J1 でも100試合以上の経験があります。ボランチにリャンとコギーニョ、右に遠藤、左に木田、ツートップが中山と富樫です。だから富樫選手の今日の運動量の部分ですよね、はい、ここからですね。ここからさあ、コギーニョ縦につける中山、こうやってそして出てきた木田、さあ中コギーニョ、木田、木田先制、仙台やっぱ南選手引き出してフォギーノ選手が差し込んで、はい、もう流れるように右から左ですね、はい、で木田選手にとっては山崎選手がこう残してくれた距離ですね、こう対峙するわけですけども、右足でいい形でボールいいところに置き続けることができたし、なおかつ視線の先にはゴールキーパーも見えた中で、ここ草に入って山田浩太、スルーパス来た、折り返し、同点、山形、加藤、これね、仙台の、ね、守備ブロックも整ってはいるんですよ、はい、だけどこの一本の縦パスで切り裂いて、まあ、ここは山田浩太選手の良さですよね、はい、特徴、狭いところをもうさらに前に局面を進める、これ難しい選択だったと思うんですけど、あとはもう国分選手のこの技術があればプレスに行きますが、降りてきた国分、さあ石原が奪って、木田から富樫、左石原、自分で行きます、富樫、ショートカウンターでした。富樫選手のこうプレーエリアが今日は本当に広いですよね、中央で中山呼んでいます、寄ってきた富樫、起点を作ります、そして中山来た、中山勝ち越し、仙台仙台の左サイド、山形の右サイドですね、ここ、はい、人数は揃ってたんですけど、中山選手のこのタイミングですよね、はい、木村選手の背後からボールに寄りながら木村選手の前に現れるタイミング、ここ最後ギリギリまで隠れていてクッと入ってくる、で、まあ、得意の左足なの、うん、今シーズンやっぱキャリアハイ、お、今度はクロス入ってきた、同点、山形、そうですね、ここ1回右で作ってこの処理ですよね、ちょっと若狭選手とがブラインドになったっていうのもあったんでしょうかね、ここね、いやでも処理しなきゃいけないシーンですね、ここは、はいはい、ちょっとミス絡みで生まれたゴールですね、今のはここですね、はい、しかしポギーニョが食いついてきます、富樫選手がさほど下がらなくなってきましたね、深追いはしなくなってきた感じは、はい、はい、さあバックパス引っかかった、遠藤倒れてファールですが外のようです、しかしこれはレッドカードです、決定的得点機会の阻止です、木村でしょうか、そうですね、はい、開いてたところから慌ててこう戻ってきた、背後というか真横からですかね、はい、遠藤選手のこの持ち出しに対して
まあ、ボールにプレーできるするというより も, もう体を止めにいっているということだし、遠藤選手はボールをしっかりコントロールできて、狙ってきた、勝ち越し仙台。しかないですよね、はい、これは取れないですよね、キーパーとしたらノーチャンス、もうほぼノーチャンスだと思います。巻いて落として、まあ、距離も、ね、近いだけにやっぱこれを反応するのはターニー選手が集まっている山形、速いボールできた。セカンド南、流れてきた。フラッグ上がります。流れてきた、横山のシュート、タイムアップです。道の駅ダービー、勝ったのは仙台でした。